気が散る。黙れ。殺すぞ。やるぞ。明らかに空気が変わった。441、ひょう。古典的な高矢倉だ。世の方が、まだ本気で戦うに値せぬということか。881、牙。罪だな。バカな。置き駒から罪までの144点。世の打ち筋をすべて読まねば。この手には至らぬ。次だ。はい。193、弓新た。ここだ。551、中将。静着はない。921、中将新た。なぜ手を止めて考える必要があった？返答を誤れば死にますよ。総帥様のお考えになられた離れ隠しは、正しい名前をココリコと言いまして、和田須が考えました。ココリコを考えた一年後、国内の名人戦で相手がココリコを仕掛けてきた時、この手に気づいてしまったんです。まるで一度死んだ我が子が生き返ったような。くだらぬ。今日がそがれた。しばし休め。王様があれほど長い間黙って人の話を聞いたのは初めてですね。呼吸を乱されているのは終始世の方。本来ならば心身ゆだつほど受け入れがたい屈辱。苛立ちながらもそれを楽しんでいる自分が一方にある。その源泉が、わからぬ。その女、休まずにおったのか。いや。うわぁ。知性、品性の欠片も感じられぬ。この曲、ん？何か書けるか。なんでも、ただし、そちが負けたら、左腕をもらう。いつも和田須がかけているものではダメですか？和田須が負けたらば命を差し上げたいのですが。意味がわからぬわ。最初から全て説明せ。騎士の間の格言に、軍技を一度負ければただの人というのがありますが、和田須は負けたらゴミなんです。ですから和田須はプロの騎士を目指した日から、軍技で負けたらば自ら死ぬと決めております。欲も恐れもないと申すか。賭けはやめだ。くだらぬ真似をした。いえ。これで許せ。腕を治療します。奥へ。対局を続ける。対局を続ける。総帥様のお怪我が治るまで打ちません。二度言わすな。打て。打ちません。和田須を殺すならばどうか軍技で。人を呼んでこい。はっ。休憩だ。半日後に再開する。はっ。いえ、和田須はまだまだ。フラフラの貴様に勝っても世の気が済まぬわ。この女、危険だ。万全の状態の軍技王をねじ伏せ、自身の実力を証明するため。私が今この娘を始末してしまったら、軍技において王は敗北しか残らないではないか。恐れずに前に出るのも時と場合です。
すべてそれでは私に迷いが生じませんよ。一体どこまで強くなる。止まらないんです。素晴らしい手が次々と洪水みたいに頭になだれ込んできて。これからだったのだ、強くなるのは。少しお休みをいただけませんか。自分から言い出すのは初めてだな。いえ、部屋で書き留めておきたいんです。浮かんでくる手を全部。実際に駒に触れて盤上に記名を並べると絶対に忘れないんです。これまでの寄付を全て。名前、名は何と申す。小麦です。総帥様は、総帥様のお名前は何とおっしゃられるのですか。世は何という。